次は確定拠出年金についてこれは年金法の改正を前提に税制改正対抗で言及されているものですのでいつ改正になるかははっきりわからないんですが年金法が改正されるとこのように変わるということを説明したいと思いますさて人生100年時代と言われる昨今今後はより多くの人がこれまでよりも長く多様な形で働く社会 高齢期が長期化する社会へと変化することが見込まれますそこで高齢期の就労の拡大を制度に反映して長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう公的年金や確定拠出年金の見直しを行うべきだという考え方を背景に色々と制度が見直されます具体的には確定拠出年金の加入可能要件を見直して 加入可能年齢を引き上げるとともに受給開始時期等の選択肢を拡大すべきであるとされています現在企業型については原則として60歳まで60歳前と同じ事業所で継続して使用される場合なら65歳までしか加入することができませんが同じ退職給付制度である確定給付型の企業年金については単に 厚生年金保険の被保険者であれば加入することができるようになっていますそこで企業型の確定拠出年金についても確定給付型の企業年金との整合性を図って確定拠出年金独自の要件を撤廃して厚生年金保険の被保険者であればつまり70歳未満であれば加入者となれるよう制度改正がされますでまた個人型つまりイデコについても 現行は国民年金被保険者の資格を有していることに加えて60歳未満という要件がありますから国民年金第2号被保険者や国民年金の任意加入被保険者であっても60歳以上の人はイデコに加入できない状況です。他方で同じ上乗せ年金である国民年金基金についてはこのような要件がなくて 国民年金被保険者であれば加入可能となっています。そこで、イデコも高齢期の就労が拡大しているということを踏まえて、イデコ独自の要件を撤廃して、国民年金被保険者であれば加入可能になるよう制度改正がされます。具体的には、65歳まで加入することができるようになって、第2号被保険者は65歳まで延長、国内居住者の任意加入被保険者も 65歳まで延長国外居住者の任意加入被保険者は20歳から65歳まで加入できるようになりますただし保険料納付済み期間が480ヶ月に達していると任意加入被保険者にはなれませんから勘違いしないようにしてくださいそれからイデコの受給開始時期は現在10年以上の加入期間があれば60歳から受け取れて 遅くとも70歳までには受給を開始しなくてはいけないこととされていますがこれが引き上げられて75歳までに受給を開始すればいいようになりますまた中小企業における企業年金の実施率が低下傾向にあるという現状を踏まえて簡易型の確定拠出年金やイデコプラスを普及させるべくこれらの制度について実施可能な従業員規模を 現行の100人以下から300人以下に拡大されますちなみに制度変更の議論の中ではイデコプラスについては企業規模を限定する必要性は乏しく企業規模に関わらず導入できるようにするべきだといった意見が出ていて今後の改正に影響があるかもしれません次は企業型の確定拠出年金がある加入者の個人型つまり これは画面の体系図でいうと赤いい四角ででで囲んでいる部分の話です現行制度では企業型の確定拠出年金について通常の規約とマッチング拠出可能な規約と iDeCo の同時利用が可能な規約の3パターンの規約から企業が選択できることになっていて全社2つつまり イデコの同時利用が可能な規約以外の規約の企業型の加入者はイデコに加入することができませんまたイデコの同時利用が可能な規約に変更するためには労使合意のもと事業主掛金の上限を引き下げる必要があるんですがこれを行おうとすると現在規約変更後の上限よりもたくさんの事業主掛金を受けている人の拠出額が減らされることになりますから そういういいい従業業員ががる企業は規約改正が難しいです要するに事業主掛け金の額は通常昇格や昇給に伴って増えていきますから勤続年数が長い人はたくさんの拠出を受けている一方で勤続年数が短い人は昇格しか拠出を受けられなくて拠出可能な額に余りがあるのに i d e に加入できない状態となっているのが問題なんですが。 これを解決するためには現状労使合意による規約変更しか解決策がないわけです。そこで規約の定めや事業主掛け金の上限の引き下げがなくても全体の拠出限度額から事業主掛け金を控除した残りの範囲内で i d e に加入できるよう改善されます。同時にマッチング拠出を導入している企業の企業型の加入者はマッチング拠出か イデコ加入課を加入者ごとに選択できるように変更されます画面の図で確認しますと現状通常の規約とマッチング拠出可能な規約の企業型の確定拠出年金の加入者はイデコに加入することができませんこれが改善されて通常の規約の加入者でもイデコに加入できるようになってマッチング拠出可能な規約の加入者は マッチング拠出かイデコ加入かを個別に選択できるように変更されますちなみにそういうわけですから国民年金の第2号被保険者は将来的に20歳未満でもイデコに加入できると読み取ることができます